皆さん今日はありがとうございます、えー、キスを演じさせていただきました小野健章です、えー、まだ、えー、桜のように僕自身もふわふわしてますがねふわふわしてるんだよコメントもねはい、はいえー、楽しく、えー、お話できたらなと思っておりますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますではですねちょっとキースの 小野さんにもぜひ、はいはい、印象的なシーン好きなシーン好きなシーンですか伺いたいですあの僕あのやっぱふうかがやっぱすっごい可愛いじゃないですか、はい、なんかもう見てて、うん、すあ可愛いなってずっと思ってたんですけどもう一番最初の、はい、あのまだその全体というか顔も出てない状態であのおんまゆの <laughs> <毛>あの歩きながら <laughs> 私はふうかって歩きながらこうピ,ピョンピョンピョンってこう <laughs> あそこがすごい好きです <laughs>。あ <laughs> そこなんですね、あの前髪がね、ぴょこぴょこするわね。ねあれ監督こだわりですもんね、あそこね。そうですね。前髪はポイ,あ<の>ポイントかなと思って。でも前、マユのね、キャラクターもなかなか珍しいですもんね。ええねはい、なんかすごい、あの、マユ可愛いなって思いながら。うん 見何かこう元気いっぱいなんだなかわいいなっていうキャラクターへのねわくわくが募りますよねそうですごい僕の中で可愛かったポイントですありがとうございますじゃあひかささんもはい教えてくださいマニアック対決に入っていく感じですね私もい私はあの風花の靴下が左右 深さが違うとこうない登場の<何> <laughs> あれめちゃくちゃゃくく可可愛愛ですかっちの右足だけこうちょっと膝出ちゃってて<ー>ちょっとその、ま、んか登場のそのシーンでその、まあ、髪の毛がぴょこっとなってるのとかもそうなんですけど、うん、ちょっとその落第感じゃないですけど、はい、ちょっとこの風花の性格がこう髪の毛だったりお洋服のところでこう現れているのがほんと細かいなって思いました。うんうんはい ね、監督、うんはい、ポイントですよね。のえー、髪の毛と靴下だったら、どっちがポイントですか?。あの、そうですね、僕、的には、あの、原作にも、互い違いだったんですよ。はいはい、あの、学生の、学校の制服はね。うん、なので、えー、ポイントとしては、な、パッツンのン。はい。 <laughs> 小野さんのドヤ顔がすごい, <laughs> すごい抜いてくださいカメラさんドヤ顔、ねね。ご覧いただくわ。僕自身この「落雷魔女」を見させていただいて、まあ、1時間なんだけどなんかすごいこう1時間以上の大ボリュームな、えー、作品だなって僕自身は感じたんですけどそれと同時にやっぱりこう。 あの魔法使い,というか魔法ってすごく夢があるなというかドキドキするしワクワクするし憧れもあるしっていうので本当に誰が見てもあの楽しめるものになっているんじゃないかなと思いますしこう誰かに進めたくなるようなそれこそあのねあの今後その子供ができたりとかあのした時に子供にこうやって見せたいなみたいなあの思えるようなあの作品に あの僕自身、えー、参加できてとても嬉しく思っておりますしキ、えーまあ、ースも最後またねって言ってたようにまたこの続きが見たいななんて思ったりもしておりますので、えー、皆さんぜひ、えー、応援していただけたらなと思います。本日はどうううもあありりががととごござざいいままししたた